この人は本当にすごいなと。新たなトラブルが文春法でやられてるわけです。さすが文春さんだなと。トラブル連発じゃないですか。堪忍の字4は今もう闇の中なんですけども、かなり怪しい点がいっぱいありますよね。当時4000万円のマンションを買ったりとか、2世帯住宅を作っていたりとか、国立の方のマンションを借りてたような、ね、話もありましたし、親族の方々は小室佳代子さんは本当に怖い存在であると言ってるわけなんですね。非常に追い詰められた金銭的にね、どちかさんは。そして自ら命を絶たれたんですね。G マルじゃなかった場合もいろいろ疑われたりしますよね。闇の中なんでしょうけども、非常に怖いですね。あとは遺族年金の不正受給です。佳代さんは、X さんっていう方がいらっしゃいましたけども、X さん400万円小室に貸してたんですよ。全然返ってこずに、多分眞子さんが返したと思うんですけど、その X さんの保険金の受け取り人になってるわけなんです。文書に書いてありましたけど。それで日本生命の保険金の受け取り人になるには、生計をいつにすることぐらいしか小室佳代さんはなれなかったんです。事実婚だからですね。しかも、小室佳代さんの保険金の受け取り人に X さんがなる代わりに、X さんの保険金の受け取り人に佳代がなるっていう交換条件だったらしいんですよ。で、この順番を母子家庭ですからみたいな謎の言いがかりをつけて、 X さんの保険金の受け取り人に佳代さんがなるっていうことを先にしたらしいんですよ。で、 X さんがなるっていうのは行われたか分かんないんです。やったもん勝ちですよね。まあこのようなかなり巧妙なスキームを使われてるんです。佳代さんが一人でやってるとはちょっと思えないなと。アドバイザーが後ろについてるような気がします。まあ遺族年金に関しても、小室くんが成人になったタイミングでおそらく下がるんです。値段が。その時に、結婚することによって、配偶者カフカさん、給付っていうものが、X さんの厚生年金とプラスして受け取れるはずなんですけども、それも多分計算してやってるような気がします。X さんが年金を受け取れる時になったら、まあ籍入れましょうみたいな書いてあったじゃないですか、メールに。それは多分かなり計算された結果だと思うんです。で、カフカさんがあると、おそらく遺族年金より高くなりますから、多分切り替えを狙ってたんじゃないのかなとか思います。だいぶ悪質ですよ、この人は。長金氏さんと同棲していたのは明らかですし、ね、元婚約者さんとは家計簿出させてましたから、生計をいつ生きてるじゃないですか。不正受給になりますし、今ももらい続けているらしいんですよ。まあ、普通に詐欺罪だと思うんですけど、あとは傷病手当金の不正受給とか、未遂でも捕まってる人いるのに、なぜこの人は捕まらないのかな。ありえないなと思います。普通やったら捕まってると思います。やっぱり、バックに A 面がいるからでしょ。3人の G マルに関しても異様ですから、1年間でね、まあ、お父さん、おばあちゃん、おじいちゃんが亡くなるなんて考えられないですよ ね。1年間ですよ、たった。ちょっと足すくんでしまいます。怖いですよね。それが操作されないのが、まあ、かなり異様だなと思いますし、元反社を使ったような遺産相続、かなり怪しいなと思うんです。なおかつ、労災トラブルを起こそうとしましたよね。誰も見てない皇室です。アキレス腱断裂したわけですね。でも歩いてましたよね。週刊誌も書かれてありましたけども、杖があるじゃないですか。脇がついてないんですよ。浮いてるんですかと。まあ、あれは明らかな嘘だと思いますし、診断書どうやって持ってきたのかなとか思いますけども、皇室なんて服着替えて、靴履き替えるぐらいじゃないですか。なぜそれでアキレス腱を断裂するんですかと。おかしいでしょ。新たな金策なんでしょうねとは思います。そして次に出てきた話が、上金師さんに恐喝めいたことをしたと。佳代が男性との交際期間中に使った生活費などの名目で1600万円要求したと。これは法的にも取り戻せないと思いますね。男性が警察に相談したというものだと。実はこの頃佳代はもう一つのトラブルを抱えていたという話で、今回の話なんですよ。で、ネットで誹謗中傷されて困ってるんですと。取り締まってもらえないかしらって言ってきたらしいです。佳代が警察官を呼び入れてたらしいんです。というかね、佳代さんって結構頻繁に警察に電話したりするらしいんです。神奈川県警がちょっと参ってるみたいな話もあります。もう、ウーバーかなんかと勘違いしてるかもしれませんけども、変な人います。ちょっと来てみたいな感じですよ。で、佳代が自宅に2人の警察官を招いて、こう訴えたのが昨年6月のことでした。これ最新の文春ですけども、警察側が具体的な書き込みを提示するよう求めても、佳代は容量を得ない返答を繰り返すばかりであったと。だから、全然曖昧だったわけですよ。この時は警察側も、いや、弁護士にお願いした方がいいですよと、促そうかなかったと。名誉毀損とか、まあおそらく侮辱罪とかでしょうから、普通民事ですよね。
それを刑事事件にしようとしているっていうのが、ちょっとあれだなと思うんですが、だが水面下で事態は進展していったと。実はその後、佳代が正式に被害届を提出した。すごい神経をしているなと僕は思いました、これで。自ら撒いた種じゃないですか。にもかかわらず、被害届を出すと。おそらく名誉毀損か侮辱罪ですよね。しかも、名誉毀損というのは、公共性があって、公益性があって、真実相当性があれば無罪なんですよ。当然公共性ありますし、公益性ありますよね。真実相当性もあると思いますよ。雑誌の方でものすごい証拠が上がってるじゃないですか。無罪ですよ、こんなものは。誹謗中傷ないですし、批判ですから返してくださいと言ってるだけですから。佳代さんの言うネット上の誹謗中傷はなんとツイッター上の書き込みらしいんです。多分裁判になったら訴えられた人は真実相当性を求めて争うんでしょうね。ってなったら佳代さんはいろいろ真実相当性を覆すためにいろいろ情報を出さなければいけないので、公になりますから、それ佳代さんにとって不利だと思うんですけどね。仮に真実相当性が認められてしまうと、佳代さんの遺族年金の根拠とかもなくなってきますからね。なんで佳代さんが遺族年金を受け取るんですかっていう話になってきますから、佳代さんの立場が危うくなってくると思うんです。被害届は受理された。これはおかしいですよね。別に警察は被害届全部受理するわけじゃないですからね。警察も別に忙しいんですから、事件化できるような案件の、まあ、被害届は受理されたりするわけなんですよ。そしてなんと駆け込みした男性が書類送検されたらしいんですよ。法の下での平等はどこ行ったのかなと思います。人間というものはもう人種、身長、性別、社会的身分、または政治的、経済的、社会的関係において差別されないんですよね。なので佳代さんの訴えって、しかも曖昧だったわけですよ。最初なんで受理されてんのって思うわけなんですよ。差別でしょって思います。しかも書き込みした男性は書類送検されてるんですよ。じゃあなんで佳代さんは書類送検されたりとか逮捕されたりしないんですか。ただし起訴猶予で不起訴処分となっているっていう、ということは罰するまでもなかったっていう話でしょ。起訴猶予ですから正面刑ですよね。刑でもないですけど、別に大した話じゃないわけじゃないですか。誹謗中傷でもないでしょこれ。それを被害届受理してね、そして書類送検して、結局起訴猶予で不起訴処分にすると、何だったんですか。こういうところにも永宮の影がちょっとちらほら見えてくるなと。不平等ですよ本当に。流れとしては書類送検されて、略式起訴があって罰金の納付があるか、もしくは起訴が正式にされて刑事裁判が起こって、名誉毀損であれば判決されたりします。今回は起訴猶予で不起訴だったわけです。起訴猶予って権限不十分の方が適切な気がしますけどね。罰するまでもなかったというわけでしょう。こんな忖度がまかり通ってしまうと、変な世の中になってしまいましたね。いやー、しかも民事じゃなくて刑事っていうのがどうかしてるよねって思いますよ。こういうのってさ、言論弾圧に使われたりしますよね。名誉毀損とか侮辱罪って。小西先生のこともそうですけど、法的措置みたいなことを言うてはってかなり批判されましたけども、まあ、やっぱりスラップ訴訟とかに使われるんですよ。言論封殺のためにあえて訴訟したり、それが社会問題化してるわけじゃないですか。ですから反スラップ訴訟法とか設けるべきなんじゃないのかなと思います。はい、まあ以上ですね。それでは皆様ご一緒に、しかしお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。じゃあね。NHK が衝撃の速報をしていましたね。招待されていなかったと。来月にイギリスで行われるチャールズ国王の戴冠式に、永宮ご夫妻が参列されることが閣議で了解されましたと。イギリス王室からの天皇陛下宛ての招待状は、3月24日に在英日本大使館を通じて届いて、陛下と相談した結果、事後報告でしょ？どう考えても。これまで天皇が外国王室の戴冠式などに出席した前例がないことなどから、チャールズ国王は900年来の伝統を打ち破って君主を呼ぶと、永宮が参加するのはふさわしくないと思います。そもそも私は永宮が皇族の資格を持っているかも疑問に思っております。言論弾圧ですね。国民の象徴とは言えない存在になっています。表現の自由、基本的人権の侵害行為を行っているわけです。間違いなく憲法違反です。永宮家だけの問題ではなくて、皇室全体の国民からの信頼も喪失する可能性もあります。現にもう皇室は必要ないと声が結構出てきてるんですね。美智子様の二重権威問題とかありますけど、そのような皇室は本当に必要なのかっていう議論に発展しかねないようです。英国王室が国民に対して言論弾圧してますか？
国際的な評価の低下、民主主義の普及が求められている現代社会において、国際社会から笑い者になる、厳しく批判されるわけです。そりゃそうじゃないですか。私は恥にしか思わないですし、エーミアは皇族として資格がないと思います。ノブリス・オブリージュとは日本語で言うと、位高ければ徳高きを要すと、エーミアは一応皇族じゃないですか。徳は高きを要すんですね。財産とか権力とか社会的地位の保持には義務が伴うんですよ。社会的責任が存在してるんですね。たまたま皇室のもとに生まれたと、言わざるを得ないですし、皇族としての資格は存在してないんじゃないのかなと僕は思います。社会的責任も果たしてないですし、日本の皇室は古来から歴史と文化を守る役割、国民統合の象徴でもあります。分断を煽るようなことをして何になるんですか？皇族は基本的人権は保障されないです。政治的中立性を保てないからですよ。エーミアは自由奔放に行動されてるじゃないですか。ノブリス・オブリージョで全く守ってませんよね。なので私はエーミアは皇族とは思わないと言っておきましょうか。アジアのハリー・メーガンと言われたような小室圭真子夫妻を認めた婚姻の自由を持ち出して、ね、自分自身は自由を謳歌されて、国民には基本的人権、民主主義の根幹となる価値を害してるんです。だからこんなに批判の嵐が吹き荒れてるんじゃないですか。それをなぜ宮内庁は分かってくれないのかな。 NHK がエーミアご夫妻来月4日からイギリス公式訪問、国王戴冠式参列へ。宮内庁によりますと、イギリス王室から天皇陛下に戴冠式への招待があったって書いてある。エーミアに招待来てないんですね。今までメディアは国家元首とぼかしてましたが、とうとう NHK が認めた。イギリス王室から招待されていたのは天皇陛下です。そして天皇陛下に代わってエーミア様が紀子様と共に参列されることになったんです。エーミアは代理以外の何者でもないですよ。それをまるでエーミアが正式に招待されて閣議了解決定したみたいに書いてありますけども、違いますよね。イギリス王室が招待したのは陛下なんですよ。園遊会だけですよね。やっぱりこの園遊会は紀子様とか、まあ、美智子様とかね、宮内庁が画策した工作に他ならないんじゃないのかなと思います。そのような内容が宮内庁の電話にかかってるらしいですけども、まあそうなんじゃないですかってやっぱり思いますよね。非常に卑怯な手を使うもんだなと思います。閣議了解であるにも関わるです。エーミアサイドのメディアは正式決定と流してるんですね。これが覆る状況、私は望んでますけど、どうなるんでしょうかと。とりあえずピークを見守ろうと思いますよ。4月23ぐらいピークになると思います。それでもエーミアが行くんだったらば、どれだけエーミアが世界に対して恥を晒すかっていう、粛々と動画にしようかなと思います。まあそうなるんでしょうね、おそらくね。悲しいですけどね。本当に小室圭の件もそうですけど、正義はなぜ叶わないんだろうかと思っちゃいますよね。本当にね、おかしいですよ、世の中ね。って僕は思います。はい、以上です。じゃあね、バイバイ。エーミアの広報室は失敗に終わってもらわないと困ります。憲法違反そのものであると。憲法21条、表現の自由であったりとか、思想良心の自由です。多種多様な意見が生まれますし、議論が行われて意思決定、これを民主主義を獲得するまでに人類がどれだけ苦労したか、エーミアは分からないんでしょうかって。エーミアは一応皇族なわけですよ。国家の象徴たる存在がこのような言論弾圧行為を容認して平気で進めようとしている現実に私は恐怖を感じております。こんな皇族が本当にいるんだと私はびっくりしてます。皇族の言動は国民、国際社会から注目されてるんですよ。影響力が大きい、中立を保ってもらわないと。全国民の象徴たる存在なんですから、分断を煽るような行為をしてしまうと、皇室典範にも憲法にも反してます。なので私的にはね、エーミアは皇族失格なんじゃないのかな。信頼喪失にもつながるんです。国民からの信頼であったり尊敬はほぼなくなる。まあ実際エーミアに対する信頼とか尊敬ってなくなってるじゃないですか。国際的にもかなり評価が下がる、厳しく非難されます。そりゃそうです。今の C 国は言論弾圧を行っております。共産主義システムですから。取り締まられるじゃないですか。似たことをやろうとしてるわけなんです。法的問題もある気がします。エーミアの役割と立場、これって何だったんだろうと。
非常に私は、エイミアはもういい加減してくれと、そろそろ引退されたらいかがでしょうか。こんな行為を平然と国家の象徴たる存在がやってるわけですよ。僕はもう驚き以外でも何者でもないです。で、まあ、そんな中ね、デイリー新潮が広報誌と正当化するようなニュースを上げてるんです。正当化絶対できないですよ。新年度を機に創設された宮内庁の広報室で、初代室長には警察庁の経済安全保障室長を務めた藤原舞子氏がつくと、大手メディアは一斉に報じました。広報室にもかかわらず、スパイ摘発や情報管理に長けている彼女が選ばれた理由はと、我々はスパイ扱いでも受けてるんでしょうか。室長がなってるっていうことは、それって秋篠市長優先してるんでしょ。そんな簡単にスパイってなれるんですか。そんなわけないでしょ。ただの一般人だって。すべては小室圭さん、真帆さん夫妻の婚約発表に端を発する一連の騒動がきっかけだったと。エイミアの行動がおかしいから批判してるだけなの。税金を無駄遣いしているからそれをやめてほしいと我々思ってるだけなんです。いたずらに工作的に評価を下げたりとか、そんな下心はないですよ。我々が必死こいて働いて納めてるじゃないですか。もっとですね、恵まれない人に支援をしたりしてください。税金の使い方おかしいんです。もっと暮らしが良くなるように使ってください。税金から逃げられないんですから。我々は選択的に税金を渡せるみたいになったらいいんですけど、そしたらエイミア殿下はもうね、この時なくなりますけどね。本当にそうなってほしいもんです。で、ご自身の誕生日会見で正しい情報発信の必要性に再三にわたって言及された。宮内庁が政府への概算要求で専属の担当者の増員を求めて実現したのであると。皮肉なもんですよ。エイミアは1億円以上の皇族票でもらってるわけじゃないですか。宮廷費で45億円以上の豪邸を建てた。やりすぎじゃないですか。税金の無駄遣い以外何者でもない。それにもかかわらず嘘をつくんです。エイミアは再三にわたって国民に気を使ったみたいなニュアンスで記事を書かれてますけど、国民のことを考えているならば東宮御所に引っ越すべ最初の案でよかったんじゃないですか。エイミアパレス作る必要なかったじゃないですか。ひねくらもんですよ。我々には感謝してもらわないと、我々の象徴になってもらわないと困るわけですよ。中立を保たなければいけないし、こんな言論弾圧的な行動っていうものは論外です。許してはいけません。なんですが、そのような意見を税金を使って取り締まろうとして恐ろしいな。どこの独裁国家かなと。能力がない独裁者は言論弾圧しないと国が成り立たない。まあそれと一緒なんじゃないんですか。エイミアもですね、能力ないですし、皇族としてもふさわしくないですから、取り締まらないともうやっていけなくなっている現状なんでしょう。直しようもないと。変に頑固ですから聞く耳も持たないわけです。もう終わってるわけです。だからここまで来ちゃったわけです。長官以下広報部門は警察官僚の強固なラインが築かれたことで、情報管理のプロが SNS をはじめネット上の投稿などに対して今後は毅然とした態度を取るメッセージだと受け取ることもできると。対象が間違ってるでしょ。エイミアにもしくは小室佳代に対して毅然とした対応をしてください。ネット事情に詳しいライターが解説する。直近で言えば英国王の戴冠式に出席される紀子様が、まあいろいろフェイクニュースみたいなのが出てるらしいですね。それが SNS などを通じて拡散されて多くの人々の目に触れることになってしまっていると。これらを垂れ流すサイトに記載された運営会社の所在地はどれも実態がなかったり、サーバーが海外に置かれたりして発信者をたどるのが困難ですと。フェイクニュースが今出てますよと。で、工作に関与している国家ぐるみでフェイクニュースを流すといったことがもはや小説や映画の世界の話ではないのはロシアなどを見れば明らかだろうと。フェイクニュースじゃないでしょう。フェイクニュースを流しているのはエイミアサイドでしょ。エイミアの取り巻きのメディアはフェイクニュースバンバン流してるじゃないですか。事実を報道してください。あなた方はフェイクニュース流さないんですね。これは CIA が使うような手法と似てます。陰謀論のラベリングもこんなようなもんですよ。陰謀論って結構ね、事実が多いんですけど、 CIA が作ったんです。陰謀論という言葉は公式文書にありますから。ケネディの大統領暗殺されたじゃないですか。これをかなりですね、疑われたわけなんです。まあ、それに対抗する策として CIA の関係者を理論武装させたんですよ。陰謀論というワード使えと。陰謀論というものには侮辱的な意味も含まれてるんです。まあ、ちょっと怪しいあの人みたいな感じのニュアンスを込めたわけです。公式文書で出てますから、まあ、そういう戦略なんですね。これって似てるなと。フェイクニュースもそうだと思いますけど、フェイクニュースとか陰謀論とかは批判回避のために使われるんです。
もちろん現時点で容疑者が浮かんでるわけではないが、警戒する必要があるのは間違いないと。ええ意味がやらかしだけだって。世界のインテリジェンス事情に詳しい国際ジャーナリストの山津さんが言うと、中国にはネットの工作部隊の盲軍が存在すると、現地で盲はですねネットを意味しますが、近年は海外で中国を利するような世論操作プロパガンダネット上に仕掛けているとされています。米国の防衛対策のシンクタンクであるジェームズタウン財団のレポートでは、正規やパートタイムのボランティアなど何らかの形で工作に関与している人間の数は2000万人以上にも及ぶそうですと。どっちが陰謀やってるのかですね、わかりませんが、コメントを言いましょう。これに怒り殺到しろ。じゃあこの記事は何が言いたかったっていうと、フェイクニュースに紛れているから、いわゆるこの広報室は取り締まりをやってもいいと、正当化っていう風なニュアンスです。広報室が取り締まらなければいけないのは、エミヤキ側が流すフェイクニュースなんじゃないのか。広報室新設の理由をフェイクニュース対抗策などと、担当庁は話題をすり替えるのはやめた方がいいでしょうと。宮内庁って書いたら多分消えるんだろう、これヤフコメですけど。だから逃れようとしてるんじゃない。なぜエミヤって書かなければいけないんでしょうか。まあ、この瞬間でも言論弾圧を受けてるんですけど、公よりは私を優先し、都合に応じて立場を使い分けて、美味しいとこ取りしようとする文系の当然の批判が大半だという気がすると。まあそうですよ。単純にシンプルに批判です。そんなバックに誰かついてないですよ。そんな簡単にスパイになれるのと。税金を使って彼らの批判を封殺するための部署を申請するのは、闇にしてもらうよう願いますと。自分たちに都合のいい情報発信、いくら頑張ってもこれは逆効果で、彼らが応援されると期待する要素は今後も増えることはないと思います。今回の戴冠式で宮内庁や NHK が出してたのはフェイクニュースとは言わないんでしょうかと。宮内庁の招待状が届いたりとか、正式に決定されたとか、まあそういう話ですよね。で、宮内庁の最近の発表や対応は、省庁や役所や公務員のものと少し違う気がしますと。危険性を感じるんです。やっぱり警察庁固められてるのもあるかもしれませんけども、なんか動きが横暴なんですよ。皇族は国民のためにいるもので、働いて給料をもらって税金を納めてと、国民が社会貢献するようなことをしているわけではなくて、国民のためにいるんだから対応は必須でしょうと。だから、エイミアも陛下のように国民の象徴となって、あとは全国民から尊敬されて、国際社会からも尊敬されるような存在になってもらわないと、紀子さま、H さまもそうですし、なってもらわないと困るわけなんですよ。フェイクニュースは良くないことだけど、フェイクじゃないことが身に余るから電話されると。それは市役所でも企業も同じ。ちょっとおかしくないですか？以上です。まあ、フェイクニュースもそうですけど、無条件で賛美するのも問題あると思います。っていう意見もありました。はい。まさにおっしゃる通りだなと。それでは皆様ご一緒に、しかしお疲れ様でした。ありがとうございました。でも、言えることは火のないところには煙は立たないです。以上です。じゃあ、しかしバイバイ。